プレミアリーグ大発節、ワットフォード対リバプルが現地時間16日に行われた。この試合では、よ、最高のアタッカーであるモハメド・サラー、半端ないゴールを決めている。今シーズンのバプールはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1が無料を試し実施中、ここまでリーグ戦無敗を辞するリバプールは、この日も圧巻の強さをせつけた。昇格組。 ワトフォード相手に9分で先点を奪うと、37分に、ロベルト・フィルミーノが、加点ダッシュ。敵地ながら2点のリードを得て、前半45、間を終えることに成功した。後半もリバプーの勢いは止まらない。開始早々の52分に再びフイ・ミーノがゴールを奪い、その差を3点に広げてる、るそして、54分には4点目をダッシュ。 決めたのは AFW サラーだ。このゴールはまさに半端ない一撃だ。サラーはボックス内でパスを受けると DF3 に囲まれながら巧みなコントロールでボールをキープ。そしてまず二人を無力化すると残り一を深い切り返しで華麗にかわす。最後は左足狙いすましたシュートを放ちゴールネット揺らしている。 三人を無力化する半端ない号を沈めたサラーは、これで今季リーグ戦七点目。多彩とオプティによると、公式戦では直近8試合連で得点をマークしたということになるが、子は2014年のダニエル・スタリッジ以来となるく、部最長に記録になったようだ。前節のマンチ、スターシティ戦でも DFO、次々と無力化し号を決めたサラーは今、 誰にも止められないか知れない。リバプールは終盤にも1点を追加し、5、0と後ほどを圧倒。今季プレミアリーグ、負けを維持し、勝ち点1差で、首位チェルシーを追っている。次ページ、動画、サラーの半端ない号、がこれ。